はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、前回の GT-R のラジコンのちょっとこぼれ話といいますか、前回の動画にちょっと収まらなかったやつをちょっとお話したいと思うんですけど、まず、まだ届いてなかったUSB の延長のケーブルが届きました。なんでこれ2つあるかっていうと、USB の元の端子がこうあったとして、向かって左に曲がってるものと、向かって右に曲がってるものを一応買いました。まあ中でどういう感じで、使うかわからなかったんで、とりあえず右か左にどっちかに出るやつをまあ一応買いました。でまあ、前回、ちょっとテストをしてる段階で分かってたことではあったんですけど、この本体の中のこのケーブルがちょっと外れてるの分かりますかね、これ。これヘッドライトの LED の配線なんですけど、車の右側のフロントのヘッドライトの配線が切れちゃってまして、テストの段階で右のライトが光ってませんでした。なので今回はそれをちょっと直しつつ、USB の充電の端子を取り付けていきたいと思います。はい、一応ハンダー付けは終わりました。で、こっちのライトが切れてたと思うんですけど、ちょっと動かしてみましょう。あと右のライトもつきましたね。じゃあ次はUSB の端子をつけたいと思います。はい。で、USB の端子がここにありますけど、車の上下で言うと屋根の方に向かって、USB の端子の上側になってます。まあ最近主流の USB-C であれば、上下どっち向きだって刺さるんで関係ないんですけど、それまでの USB 端子っていうのはやっぱり上下があるので、刺さる向きが決まってますので、ちょっと苦労するところなんですけど、今回は、USB 端子から出てこちら側、自分から見て、右側になりますけど、右方向に端子を出してちょっとぐるっと回って、ここに、はい、いわゆる給油口がありますんで、ここから、USB の端子を出して、充電できるようにしたいと思います。はい、そこでこちらの延長ケーブルになるんですけど、 USB-L 型ケーブルミニ Lということで、右側にこうケーブルが曲がって出ているタイプのやつですね。とケーブルが割と硬いんで、ちょっと取り回しが難しいかもなんですけど、ここに刺しましてぐるっと回して、ここに出したいんですけど、端子の周囲のこの樹脂がですね、結構大きいんで、ちょっと今の給油口の場所には出せないかもですね。はい、一応、場所を検討したんですけど、やっぱこっから右に出してこっち向けてここに出すっていうのはやっぱ難しいんで、さっきと逆のケーブルを使ってます。ここから、こっちに出してぐるっと回して、こちら車で言うと右のサイドウィンドウからUSB の端子を出す感じになりますね。買い気味して確認したんですけど、これならケーブルが干渉することもないんで、これでやってみたいと思います。はい、一応これで、USB の充電口に合うように、穴開けました。じゃあ実際にはめ込んでみたいと思います。ここにグッと。はい、こんな感じになります。まあ一応黒いところに出したんで、目立たないかなとは思いますけど、うん、まあもうちょっと別の場所があればよかったんでしょうけど、まあ今回はこれで妥協ですね。まあ、実際にはもうちょっとこれ引っ込めてほぼつらい位置になるようにして、固定したいと思います。はい、じゃあこの USB のケーブルのこのつながってるところをグルーガンで固めたいと思います。グルーガンで、この周り固めました。まあ USB ケーブルってこうグッと押し込むところなんでね、まあ、押し込んだ拍子に中にズボって入らないように、結構がっちり固める必要があると思うんで、まあ、ちょっと多めに持ってみました。はい、こんな感じで出来上がりました。まあちょっとやっぱり穴のサイズがちょっと合ってなくていびつな感じなんですけど、まあこれでいいでしょう。これでですね、一応本当の完成品になるんですけど、ちゃんと充電ができるかどうかちょっと確認したいと思います。こっちのケーブルをつなぎます。はい、こちら LED が赤く灯りましたね。充電はちゃんとできてます。これで OK ですね。はい、というわけでこちらで、完全に完成品になりました。でまあ、制作上のこぼれ話ってことなんですけど、まずこのオレンジの GT-R のラジコンを開封して動作確認した時だったんですけど、このコントローラーの左は動いたんですけど、右をこう何回押しても右にこうタイヤが曲がらないっていう状態だったんですね。これもしかするとそのコントロールの基盤とかがちょっとダメなのかなと思ったんですけど、まあ、実はこの GT-R のラジコンもう1台あります。これ黒の方なんですけど、まあ、ゲーセンで撮るときに最初にこっちが黒が置いてあってオレンジが欲しかったんですけど、まあ、とりあえずこの万が一のためにですね、まあ、ニコイチとかやるためにとりあえず黒も取って、一応2台にしておこうかなと思ったんですね。で、両方を1回分解して、中身をこう比較してみたらば、なんとこちらのオレンジの方の GT-R のラジコンが、電池ボックスにつながるべき配線がモーターにつながってて、その逆にモーターにつながるべき配線が電池ボックスにつながってたんですね。でまあ、どういう理由かわかんないですけど、それがあったことによって、ステアが右に切れなかったみたいなんですけど、まあ、今回のこのカスタムをやる以前にその配線の間違いを直す作業をここでやったわけですけれども、まあ、とにかく出来上がってよかったですね。でまあ、ラジコン自体の重さなんですけど、やっぱりスピーカーに Bluetooth の基板に USB ケーブルをこう乗せちゃってるんで、結構こっちは重いですね。で走らせてみるとやっぱりこっちはものすごいアンダーステアで、前回の動画でこうぐるぐる回して、テストドライブした時も結構その半径がかなり大きかったですね、こっちは。まあ、こちらの黒い方もですね、まあ、これはこれでコレクションとして残しておきたいと思います。というわけで動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。